こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。お願いします。今日は頭の形が綺麗に見えるハーフアップアレンジをやっていきたいと思います。私の髪質は結構毛量も多いんですけど、今日のアレンジのおすすめの方はつむじが割れやすい方だったり、あと絶壁で少しボリュームが出しにくい人におすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。あ、涼しげにも見えますよでは張り切って動画いきましょう。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。5滴出します。手のひら全体に伸ばして、手先から順にしっかりとつけていきます。今の時期は梅雨の時期なので、結構アホ毛も出やすいので、しっかり表面もつけていきましょう。まずつむじを隠すように後ろに流していきます。ここからこの辺くらいまでの表面の髪の毛をざっくりと取り分けます。後ろから見たらこんな感じです。取り分けた髪の毛を斜めに2つに分けます。上の髪の毛から時計回りに3回くらいねじっていきます。ゴムで結びます。緩んでしまうので手を外さずにそのままほぐしていきます。中心部分のねじった部分を少しずつほぐして、トップも少しボリュームが出るようにほぐします。今日は遅れ毛は下ろさずに、サイドの髪の毛を耳後ろで取り分けていきます。結んだゴムの上でサイドの髪の毛をまとめていきます。ゴムで結んでいきます。少し隙間ができるので、ここにくるりんぱをしていきます。左右とも一箇所ずつほぐします。大きめなクリップを使います。ゴムの部分にクリップを留めていきます。もう一度毛先にオイルをつけて、完成です。こんな感じで出来上がりました。今日のポイントは後ろをねじることによって絶壁をカバーするっていうことと、つむじが割れやすい人でもすごく頭の形が綺麗に見えるので、ぜひ試してみてください。あと今日は顔周り下ろしてないんですけど、今マスクをすることが多くて、マスクでも小顔効果は出るので、この暑い時期、暑くなってきてジメジメした時期はあまり下ろさないことがおすすめです。よかったらぜひやってみてください。またね。